はい、じゃあ、亀岡です。というわけでね、今日はあの、週末届けられなかったので、グローバルマーケット編とね、あトランプさんのね、えー、暗殺未遂ですか、のニュースがね、えー、ありましたので、まあ、それについてのお話とですね、あとは、あそれに基づくですね、えー、世界経済金融、ビジネスに対する影響ですよね。このあたりをちょっと見ていきたいなと思っております。かなりちょっとね、プライベートな、えーまあ、予測であったりとか、まあ、考えについても話していきますので、 まあね、そのあたりを差し引きながらですね、ぜひ聞いてもらいたいなと思っています。ということでセセ、センセーショナルなね、ニュースが出ますよね。僕はちょっと週末ちょっとね、大きなイベントがあったので、その後ちょっとお休みさせていただいていたんですが、プライベートのね、イベントもありましたので、まあトランプ氏ね、えー、の暗殺未遂ってことで、同じ共和党のね、支持者だったんですかね、がね、120メートルから130メートルぐらいの離れた距離からでしょ、狙撃をするってことで、 で、まあ、今、まあ、入ってるニュースだとね、FR、FBI かの、ね、の、ね、そういった監視をしている、うあと、シークレットサービスとか含めて、その容疑者のね、動き、掴んでたみたいですよね、事前にね。掴んでいたけども、阻止できなかったっていうところで、まあ、こういったね、ニュースが出てくると、やっぱり陰謀説って言いますか、ね、分かっていて、見逃したんじゃないか。あるいは、そのような形で、まあ、容疑者を誘導するっていうのもあれですけどね、まあ、あえて、 えー、そのような形で仕向けたとかね、えー、そういったことも、まあ、陰謀性と出てきてもおかしくはないかなと思っています。まあ、常に、まあ、陰謀とね、えー、こういった、まあ、ものは紙一重ですからね、まあ、これは欧州でもね、常に、えー、ロシアのね、そういったあ暗殺とかが行われてますからね、実際のところ、これ、マジな話、イギリスうとかね、フランス、うスペインとか、ドイツとか、ね、この間ドイツでもね、えー、その軍事兵器のね、えー、会社の CEO が、 ロシアの、ね、暗殺部隊に狙われてそれを確かドイツの当局が阻止するみたいな横なの西日常茶事で欧州は行われてるわけですからねだから目に見えない戦争ですよね、まあ、日本にいると、ね、平和なのでまあ実際にあるかもしれないですけどもまあなかなかそういったものが目に見えてこないってところはあ,るかありますけどもまあそういった意味ではねまあそのトランプさんにとってこれが逆風なのか、まあ、追い風なのかというところで今のところでも追い風になってるところですよね で、えー、トランプさんがね、再戦ムードにちょっと今来ています。まあ強い、うん、そのアメリカを好みますし、これはね、あの、インディペンデンスインディペンデントインディペンデンスデーだ。まああのー、っていう映画があってね、ちょうどエイリアンが、えー、アメリカを含めてね、地球に襲来をして、それをね、えー、撃退するっていうね、僕は映画館に見に行きますよ、よくできた映画,映画ですよね、当時ね。で、最後は大統領がね、戦闘機に乗って、独立記念日に、 えー、撃退するっていう <laughs>、もうまさに、えー、ね、えー、アメリカならではのね、アメリカ食一食の映画だったんですけども、まあその時やっぱね、えー、感じたらやっぱり強い大統領、強いアメリカ、うん。そういったやっぱり、なんかこう、大統領とかね、リーダーが求められますよね。これはまあしょうがない、フロンティアですから、あの、アメリカはね、ずっと開拓者として、えー、0からね、1、そして1から10を自分たちで作ってきたね、 しかもね、インディアンとかね、当時ですよ、当時のインディアンとか、まあ、イギリスですよね、うん、赤服と言われてますけども、と戦ってですね、協定と戦いながら、まあ、這い上がってきた人たちですからね、やっぱり常に自分たちの戦闘は、うん、強いリーダーじゃないとダメだと。まあ、これはロシアもありますけどね、そういったね、イメージ。ロシアも常にモンゴルとかね、こ、うん、こにこう侵略をされて、めちゃくちゃ、まあ、わかりやすく言うと、おまあ、命を奪われてきたわけですよ、自分たちの国民ね。そして次は、 ドイツですよね。ドイツに何千人の命を奪われますあれ、3千人まあ、日本が330万人。まあ、その兵隊さんの数でいくとね。で、ロシアが確か3千人だから、規模が全然違うんですよね。3千人ですよ。日本が3、あのだけの対戦で、ね、ガナルカナルとか、あとね、えー、沖縄とか、いろいろありましたけども、インパール作戦とかね。三330万人。ロシアが3千人ですからね。3千人以上。 兵士を失ってるんです、ね、まあそういった中でロシアも、まあ、強いリーダーを求めます。ただどちらかというとロシアは独裁なんですよね。これはでもおそらく地政学的に、うんまあ、そういった、まあ、土地ならではの、まあ、結びつきも強いんじゃないかなと思う。ランドパワーですからね。うん、ランドパワーなので、やはり陸軍が非常にまあ力を持つので、どうしてもちょっと独裁的になりがちですよね。日本もね、陸軍が力を持った時はね。 え、海軍ではなくて、海軍国家なのですよ。やっぱちょっと独裁に触れますよね。アメリカやっぱりシーパワー。まあ、海軍、どっちかというと海軍国家なので、まあ、独裁にはなかなか行きにくいところはありますよね。うん。で、そんな中でですね、まあ、強いトランプさんが、ここでね、えー、狙撃された後に、やっぱりこうね、私は死なないみたいな、神に選ばれたっていう、あれはでもね、なかなかできないですよ。うん。やろうと思ってもできないと思うんですよ。だからね、えー、非常に、だからあのガッツポーズは、 少なくとも、彼が非凡であることは証明したんじゃないかなと思います。これが、いい悪いっていうことで言ってるわけじゃないですよ。非凡でしょう。だって、できます。消滅されて、ね、次まだね、第二の、第二、第三のアンサー人が狙ってるかもしれないって中で、私は神に選ばれたと。言えますかと。言えないですよね。なかなか言えない。だからまあ、命をかけてるっていうことは感じましたね。普通は頭を抱えて逃げますよ。こうやってね。確かね、他の欧州でもね、結構そのリーダー狙われますよね。 暗殺者にね、これもな、冒頭でも話しましたけど、日本ぐらいですから、まあ日本もでもあったか、安倍さんのね、悲しい事件ね。大体でもやっぱり頭かえて、シークレットサービスにね、えー、守られながら逃げますよ。まあトランプさんそれをやらなかったっていうのは、まあすごいなと、正直思いました。で、賭けサイトね、えー、プレディクトイットっていうですね、えー、サイトがあるんですけども、そこで、えー、まあ、オッズが出たんですけども、トランプさんの再選確率は69%と。 えー、銃撃前から 9, パ9ポイント、ね、上昇してますね。で、ゴールドマン・サックスもね、えー、トランプさんが襲撃されて、今回のね、えーまあ、強いリーダー像が影響を与えて、えー、事件以来ですね、そのまあ、再選の確率が一段と伸びたんじゃないかということを投資家向けにレポートを出しています。まあ、実際にその、ねえー、可能性は十分高まったんじゃないかなと、前回も思いますよ。前回も十分高かったんですけども、 さらに増して、高くなってるっていうのはやっぱり感じますよね。うん、まあ、それだけインパクトが今回あったということですね。で、あとやっぱりね、その、相手がバイデンだっていうね、今回、その、争ってる相手がですよ。民主党のですね。まあ、これが拍車をかけてますよね。よりトランプ旋風にですね。で、バイデンさんはちょっと今、お、こう、逆に、逆を今、あ浴びてますよね。で、標的ってその前に言ってたんでしょ。トランプを標的にしろ、みたいな。それはもちろん、 今後トランプさんが発言するような、まあ、わかりやすく言うと過激な発言だったりとかね、米国を二分させるような、まあ、発言に対してはね、移民とかも含めてね、標的にしないといけないみたいなことを言ったんですけども、これが <laughs>、今回の本当に標的にされちゃったことにと、二重で囚、ね、われて、バイデンがまあ陰謀したんじゃないか、そんなことはないと思うんですけど、バイデンがですよ、バイデン本人がそんなことしたとは思えないんですけども、裏側では何があるかわかんないですけどね、うん、そこを否定するわけじゃないんですけども、 まあそういった意味ではね、バイデンさんが、いや、標的表現は違うと。そう、トランプを狙撃するって言ったわけじゃないってことで追われてるんですよね。その発言の撤回にね。まあそういうところを見ても、かなりちょっと、バイデン不利になってるんじゃないかなとは思ってます。印象っていう意味でね。まあそういった中で、じゃあトランプさんがね、再選した場合どうなっていくのかと、いろいろね、今、経済金融に対する憶測がね、流れてますけども、中国に対しては、まあかなり悲観的なニュースになってますよね。トランプ氏が勝利すると、まあよりね、えー 中国叩ききて言いますかね、えー、が関税を含めて関税ですね、行われるんじゃないかと言われてますので、えー、かなり打撃になるんじゃないかと。一方で、アメリカの、ねえー、CPI、消費者物価指数は順調に下がってますから、まあ、11月を過ぎたあたりからですね、より消費者物価が落ち着いてくると、今度はですね、えー、アメリカのです、ね、パウエルさんを含めた FOMC が、まあ、トランプに反トランプを、ね、の旗を掲げない限りは、利下げを行ってくると思いますので、 まあそういった中ではね、再び金融相場にちょうどトランプさんが再選するぐらいからなるというふうに期待するんだったらね、結構それが経済活性化、そしてトランプフィーバー、うん、そして期待感からなんか大きなね、上昇にもなってもおかしくないかなとは思っていますね。ただ、これはね、前の動画でも話しますけども、一つだけまあ気にすべき点として、やっぱり S&P500、NASA クともに、やっぱり PR がかなり高い位置にあると。割り、安ではないんだと。かなり割高ですよと。 いうことだけはね、常に頭に置いておいてもいいんじゃないかなと思ってます。やっぱフィーバー、仮にトランプさんが採択した場合は、ちょっとね、人々の高揚感が株価を押し上げる可能性もありますし、タイミング的には、利下げ、うん、の時期とも重なるので、一時的な上昇はね、あると思いますけども、この過去20年間のね、PR の動きを見ると17.2倍というのが S&P500、アメリカのですね、えー、の水準のよ、まあ、平均値なんですよ。まあこれをね、今、えー、40%近く高まってるという中で、 これがもしフィーバーが起こって、より S&P500 がですね、一時的にも吹いた場合は、歴史上でもね、かなり高い位置まで、うん、予想 PR が上がるんですよね。まあ、これに対して、割高、今でも割高なのに、相当割高だと。いや、こんな割高でいいのかみたいな冷静な時になった時に、その反動下落みたいなことがね、その翌年の1月とか、うん、まあ年後半とかね、本来であれば上がりやすい時期に、まあ何かしらのね、反動下げみたいなことが、 怒ってもおかしくはないと思ってますので、まあ、このあたりはね、この PER のね、えー、数値が、まあ、割高の位置にあって、さらにね、ここから吹き上がると、より歴史上ね、かなり高い位置に来ますよってことだけは、まあ、頭に入れておいてもいいかなと思っています。ということでね、えー、グローバルマーケットにということで、今日はに特にですね、まあ、トランプさんの衝撃から、まあ、トランプさんフィーバーが起こっているてことに、ことについてね、解説をさせていただきましたが、皆さんはどう思いますかと。まあ、陰謀、うん。 まあ FRB がね、捜査ね、に、まあ乗り出して、あれ確か FRB がね、主導するんですよね。今回のお暗殺未遂ですね。まああの、何かしらの陰謀はあってもおかしくはないですけどね。うん、まあそういったもので、日本でもたまに起こってますけどね。日本でもなかなか表に出ないニュースにならないんですけどね。うんまあ、いろいろ調べ,調べてみると、日本でも起こってますから。まあ日本でも起こってるってことは別にアメリカでも当然起こりますし、何でも話してる通り、大でも日常産安時に起こってますからね。うん もしかしたらあるかもしれないですね、うん。まあでもそれは別にローマの時代から、いや、ナポレオンの時代から、うん、ずっと続いてるわけですから。うん、まあ、それだけ人類を、歴史を繰り返すと、うん。宇宙にいてもそうですよ、多分ね。宇宙に行ったって、その宇宙のフロンティア、ニュータイプを宣言した、おそらく大君、ジオン大君も暗殺されますからね。<laughs> そういうようなこともまた起こるんじゃないかなと、宇宙に行ったとしてもね、とは思います。ということで今日は以上です。後続で、